ね彼女と子供はどこ子供は保護した母親はしこされたしこ<効>三橋かなえは色相が悪化しきそうがかし潜在犯認定を受けました。あのままでは。 子供の安全に重大な脅威となっていたでしょう僕に任せておけばよかったのに僕ならうまく落ち着かせてあげられるのにその方法ってのは床一面のお薬パラダイスのことかそうだよこれさえあれば彼女は笑ってくれるんだねえあなたは怒ってるのなぜ てめえがクズ野郎だだからだよ僕はクズなんかじゃない僕は人間だなぜそんなひどいことを言うのねえそれは何銃ドミネーターだよねああそうさ知らなきゃ教えてやるこいつの性能とてめえ自身のクズっぷりをな ななぜそんなものを僕に向けるの僕は僕は彼女を救おうとしていただけなのになんだこいつどうしました剣執行官自分で試してみろよ久我田次長ドミネーターを奴に向けろ ドミネーターが反応しませんどういうことでしょうさあおそらくこいつは人間じゃねえんだろうさ君たちだね僕を邪魔したのはハルトの幸せをぶち壊しにして今度はカナエさんまで佐藤ハルトにも協力していたのねそうさでも失敗した君たちが邪魔しなければ 僕は僕はみんなを幸せにできたんだ君たちさえいなければ剣執行官彼の身柄を確保してください了解触るな剣さん 《僕の邪魔をするやつは排除しなくちゃ》やめなさい君はこいつを守ろうとしてるのなぜ肉体的には君の方が脆弱そうなのにあなたには分からないっていうの仲間を守るのは人間の本能よ。 どんなに弱かろうが人間ならそうするのそうなんだそうなんだったよね忘れていたよそんなふうに教えてくれた人が僕にもいた気がするよく思い出せないけど待って 名前を教えてあなたは何て言うのアルファアルファ剣に久我たち君たちのことは覚えておくよ僕の敵だってね

ああんた、あいつに心当たりがあるのかいいえ全く記憶にありませんなのになぜか一瞬知ってる子みたいな気がしましたどういうことなのか自分でもわからないんですがそうか俺の知り合いにもいたよアルファって名のやつがそうなのですかその方とはどういう関係でしたか 人間じゃないんだ友達のペットというかお気に入りのおもちゃというかドミニエーターが反応しなかっただとその通りです。 ドミミネータータの操作ミスとということは可能性はゼロではないにせよ限りなく低い数値でしょう剣執行官と私二人の捜査官がそれぞれのドミネーターにより確認したことですヒューマンエラーが重なる確率は低いがゼロではない以上論理的にはそれが起きることを想定してしかるべきだなぜならシビレは だだからだそうだろうおっしゃる通りですが別の可能性がありますなんだ言ってみろ検討すべき可能性は3つありますアルファの擬態を操っているのが AI だという可能性です なんだと である以上私たちが経験した現象を説明する最有力の仮説はサイコパスを遮るのではなくそれが存在しない人物を想定することだと考えられますつまり第3の可能性 AI による擬態制御君は正気で言っているのかアルファの擬態内に格納されているのが人間の脳細胞ではなく AI だとすれば サイマティックスシビラは温かく湿った神経層しか嗅ぎつけられないのですそう考えるのは君が人間の感情を理解できないからだそうなのでしょうかギノザさんそんな言い方しなくたって剣貴様の印象も聞こうアルファは人間かそれとも AI かそりゃあ AI とは思えねえよ。ただ、なんつうか、ひどくガキっぽいっていうか、昔は俺もあんな風だったなって気もするけどな。貴様自身のことなんかどうでもいい。肝心なのは、アルファが AI だというクガたちの意見に、検討すべき根拠があるのかどうかだ。残念ながら、それはなさそうだがな。 何度も連絡をよこしたのはあんただねえ、あ、はいそうですご迷惑でしたか仕事に差し支えるんだよ仕事にご、ごめんなさいでも他ならぬご家族のことですしもう家族じゃないカナエとは別れるえ、あのでもお子さんたちは 僕が養育できる状況にあると思うのか そんな…父親としての義務はどうなるんですか知ったことかあの子たちはかなえの子だあいつにそっくりだ色相も言動も不安定で落ち着きがなくてああいうタイプが潜在犯気スってやつなんだろうさ僕には耐えられないね <laughs> 待て剣やめろ 何,だ君は何の用だい威嚇するつもりか <laughs> 目障りだあっちへ行けえ <laughs> なあ、三橋さん何分俺たちは執行官で潜在犯だあんまり我慢強い方じゃないんだな脅迫するのか本便にやろうとしてるからこうしてくどくど言ってるんだよ出なけりゃ叩き出してるお呼びじゃないってな正岡さんのおっしゃる通りですあなたとお子さんの問題を 私たちに持ち込まれてもいえ押し付けられても困ります君が呼びつけたんじゃないかこんな話をするためにご連絡したんじゃありません私たちは子供に雄也に会ってほしくて僕が悪いっていうのか子育てはかなえに任せてあったしくじったのはあいつの責任だ 君たちに口出しする権利はないそういうことは厚生省のしかるべき担当者に言ってもらおうあんたが本当に子供たちを放り出すとなればさまざまな手続きが必要になるその時にたっぷり演説すればいいさ聞いたふうな口を。 家族の問題に口を挟むのは、慎まなければならない。何より、それは我々が扱うべき問題ではない。押しかけてきたのはそいつの方じゃねえかよだから干渉しても良いということにはならない久我たち監視官、どうなさるおつもりですか 犯罪係数アンダー9 0執行対象ではありませんトリガーをロックします失礼念のためサイコパスを確認させていただきましたぼ僕を潜在犯扱いするのか色相的にはクリアとは言えませんが潜在犯ではありませんねおめでとうございますあなたはシビラに認められました このようなエリアストレスの高い場に長いは無用では言われなくても帰るさよく耐えたな剣。 僕は人を幸せにする色相はシビラが指標とする幸せへの道しるべシステムの言う通りにすれば色相はクリアになって人は幸せになれるなれるはずなのになのに どうして色相が濁るんだろう何が足りないんだろうもっとデータが必要だな人を人間を幸せにするデータが ななかなか能がが上がりませんねあらゆる事務処理連絡業務その他雑務の効率が通常の刑事が1係に比べ約50%悪化していますしょうがないですよ今度の事件は後味悪かったですからさすがの鉄のメンタルを誇る常森監視官も。 今度の事件後には色相が濁りましたもんね私なんか鈍感だから大したことありませんけどギノザ監視官は心配ですね ああ見えて儀乃は繊細なやつだ今度のことでは人一倍ダメージを食らっただろうせめてとっつぁんが元気なら慰めてやれるんだろうがなマサさんもあれからずっと重苦しい顔してるよなュ柊のやつまですっかりへこんじまってとっつぁんも人の親だ冷静ではいられないさかがりはかがりで思うところは多いはずだあいつはまだ幼かった頃に 潜在犯認定を受けたからなやりきれねえよな監視官の色相悪化は重大問題早めにケアしないとね鶴木君もどう執行官もケア対象に入ってるわよ 俺より周を何とかしてやってくれ見ちゃいられねえよあいつのすさんだ顔なんかかりには久賀たち監視官がカウンセリングを促すそうよドロイドちゃんが大丈夫なのお断りだ賢明な判断とは言い難いと思います かり執行官あなたの色相はおだくし職務遂行能力が大きく低下しています放置すれば捜査官としての資格を剥奪されかねませんありがとうさんけどなドロイドちゃん俺はケアされて楽になれるような段階はとっくに過ぎてんだ執行官として踏みとどまってんのは意地ってやつだよ意地 モチベーションとということですかそんな甘っちょろいもんじゃねえ俺には他に行き場がない執行官を辞めたら地獄行きなんだその覚悟はガキの頃から骨身に刻みつけてきたそれはあなたの哲学ですか人事だからそんな風に感じるんだろうけど俺にしてみれば他にやりようがなかった他人のことより あんた自分の心配でもしろよ私の記憶がないだなんてありえねえからあんたの中にはきっといろんなもんが詰め込まれてるぜ見たくもないようなもんばっかりなそうでしょうか 《あの家族が崩壊したのは俺のせいじゃないかもっといい解決方法があったんじゃないかそんなふうに考えちまうんだ》 できるものなら 確かに親には迷惑かけたよな剣かお疲れさんお前さんも今回は随分くたびれたろう安心しろここまでのことはめったにないさ まあ、事件が起きた時点で、多かれ少なかれろくなもんじゃないが。昔はな、こんな事件はもっとありふれてたんだ。サイマティックスキャンとシュビラシステムのおかげで激減した。それでもこぼれちまうものが出るんだから、ままならないもんだな。と、すまん。年を取ると愚痴っぽくなっていかん。本題を忘れるところだった。ちょっと酒を手に入れたんでな。どうだ、今からいっぱい。そうか。 まあ無理強いする気はないコートかがりと飲んでるから気が向いたら来ればいいさあまり無理はするなよ 一つ調べたいことがあるんだこの町生まれの人物で行方のわからないものがいるしかも彼女は不可解な消え方をした <music> 彼女のことを調べたい執行官としてたそれは貴様の個人的な問題ではないのか 俺もそう思ってただがそうじゃないかもしれない 落ち着けそんなのは俺の勝手な想像だこの街では何か理解し難いことが起こってるその始まりが彼女の不可解な失踪だったとしたら知っての通り。 執行官のアクセス権限は限られているが操作上の必要からデータの閲覧が妥当だと判断されれば話は別だ前もって申請が必要だが分かってるだからこうしてあんたに相談してる知りたいことはアルファ絡みかノーコメントだ分かっているだろうが捜査上重要と考えられる情報については 決して秘匿せず可及的速やかに報告するのが執行官の義務だそのことをわきまえておけで何が知りたいこの町生まれの人間のうち行方不明者死亡者全てのリスト市役所で閲覧できるようなレベルのじゃダメだ経歴生活歴死因何もかも知りたい ちょっと待ってそんなの私だって持て余す膨大な量よ調べるさ知りたいんだ頼む申請は出しておく認可されるかどうかは申請の妥当性と貴様の日頃の行い次第だせいぜい,いい子にしてるさ いいないどこにもならゆかりは生きてるってことだ諦めねえぞ俺はゆかり 必ず見つけ出してやる 人間はなぜ幸せになれないんだろう僕は願いを叶えてあげているなのにどうして幸せになってくれないんだろう人間はみんな願いを叶えれば幸せになれると信じてるなのに願いが叶っても幸せになれないなんて矛盾だ何かが間違ってる 何かがとても大切なことが自由意志だそれが人間が幸せになれない理由だシビラは正しい道を示すなのに人はその道をそれてゆく 僕は望みを叶えてあげられるなのに邪魔する奴がいる自由意志があるからだだから人は迷うし間違いを犯すんだならば僕は誰もが幸福になれる道を探そう選ぶ必要なんてないたった一つの道を 《とうとう見つけたたった一つの道をこの組み合わせなら誰にでも手が届く邪魔するものはないもう誰も迷わず悩まず色相を濁らせずに済むすべての苦しみと悲しみから解放され幸せになれるんだ》 早速試してみなきゃこの方法で人は本当に幸せになれるのかどうか実験台には誰を使おうそうあの子がいいとても不幸なあの子 大丈夫なのでしょうか医療用擬体盗難事件には解決のめどがついていませんしアルファの存在も無視できないと考えますが心残りではあるが我々もいつまでも地方都市の事件に関わっていられるほど暇ではないあとはドローンと街頭のモニタリング装置に頼るしかないだろうそれはそうなのでしょうけれど不満か たち気になりますアルファはこのまま引き下がるでしょうかおとなしくしていてほしいものだがななんだろうこれねえ久我たちさんこれどう思います メンタルサプリの発注数ですか急増していますねこれだけの量となると佐渡海上市の人口が現在の2倍に増加したとしてもまだ余る供給量ですがどうするんでしょうこんなに事件の前触れじゃなければいいですねお松方しおり地元の高校へ通い始めたのか このの子東京の高校へ通ってたんだろうなんでこの島へ戻ってきたんだその件なら添付の詳細レポートに記載があるから読めばチェック済みかよならついでにまとめも作っといてくれよ自分の業務を押し付けないでうわ天候自由いじめじゃてめぇシュー 俺よりり先にちちゃゃっかり読むなタクちゃん、これ読まないほうがいいよすっげえ落ちるわ何よろしければ私からご説明しましょうか端的に言えば風評被害です 彼女の存在がサイコハザードを引き起こすという噂が立ちコミュニティから排斥されたのだそうですひでえ話だなおい終わった事件で色相が濁るってのはまあないことじゃないが周りの人間の気持ちの持ちようだろう他人は他人自分は自分だ色相なんか簡単に感染するか ましかし松方志織が通っていた高校では誘拐事件後から急速に噂が広がり実際に校内のエリアストレスが増加しましたそんなもん周りの連中が勝手に濁っただけだろ人間誰しも自分より他人に責任を負わせたがるものですから。 で、いじめられていたたまれなくなってしまえ帰ってきたとこれさ帰ってきても同じこと繰り返すんじゃねえ縁起でもないこと言うなカがリが言うことにも一理ある俺たちだって事件後は色相が濁ることがある事件に関われば影響を受けざるを得ないんだたとえそれが風文に基づく不確かな噂であっても 終わった話でもか事件が無事に解決していれば話は別だだが学校のような閉鎖的環境下では事件の終わりはなかなか来ない事件の当事者が周囲に事件そのものと認識されてしまうからだならどうしたらいいんだよほとぼりが冷めるまで待つしかないだろう誰もが事件を忘れ去るまで影響は大き引く何よりも当事者自身が引きずってしまうもんだしな だからこそ十分なメンタルケアが必要なんですけどこの田舎町じゃ噂が広まるのは早いだろうなだったらこの子はどこにも居場所がねえってことかよ大きな声を出さないで場所はどこであれ心穏やかに過ごせるといいのですけどそうだよまったくその通りだ こんなケースに出会うと考えちまうよな。でカってのは事件が起きてからでなきゃ動けない。それじゃ遅いんだ。そのためにシビラはある。事件を未然に防ぐために。だが事件は起こる。防げなかったことを被害者にいつも浴びたくなるが、俺たちにできるのは幸せに生きてほしいと祈ることだけだ。 緊急連絡、佐渡海上市内の中学校で暴動発生暴動 んだこりゃ近代史の映像資料に記録されているような光景ですね本物のバリケードなんて初めて見ましたお勉強の記憶だけは残ってるのか剣執行官怒ってらっしゃるんですか私何かお気に障ることを言ったでしょうかいやただの八つ当たりだこの中学校は俺の母校だ こんなざまを見るのは、いい気分のもんじゃない。今回の暴動の首謀者は、こいつだ。船岡良太郎、三年生、十五歳。校内カウンセリング対象生徒だ。 学校側カウンセリング指導以外に対策を取らなかったのかそれがちょっと変なんです船岡良太郎をはじめ問題のあった生徒たちはみんなそことは裏腹に色相は好転していたそうなんです何それ超怪しいじゃん学校側としてもサイコパスが良好なため 生徒に対しては本当な指導しか行えずにいたところとうとうこのような事件を起こしてしまったということでした人質の数は教職員生徒合わせておよそ80人と見られています一方立てこもり側の犯人は生徒といえそうですか失礼しました 立てこもり側の生徒は推定50人校内各所に分散しそれぞれ人質を取っています立てこもり側の要求は今のところ何もだんまりってのは不気味だが俺の勘だとこいつは特に目的があって始めたことじゃなさそうだな説得に対する反応は ドローンからの呼びかけには一切反応していないまた学校内との通信回線を介した接触にも応じていない踏み込んで調べるほかになさそうだな校舎の中ってどうなってんのクリスカ空の森との回線をはい はいはいこれが校内の見取り図よ見ての通り校舎は3つに分かれてるわ東校舎西校舎本校舎とこの3か所は2階の渡り廊下でつながってるわよく知ってる昔ここへ通ってたからな問題は今中がどうなってるかだ校内カメラの映像は 使い物にならないわ校内からコントロールされてるみたいそんな知恵の回るやつが立てこもり側にいんの人質のほとんどは教職員で成績優秀な生徒の割合も多い脅迫され立てこもり側に協力している可能性もあるじれってな結局人質はどことどこに何人いるんだ窓越しに校舎内の様子を捉えた映像 及び脱出に成功した生徒らの証言により本拠地はここと考えられる本校舎かこれ以上の情報は外部からは得られないと判断した校舎内へ侵入し状況を探る常森マスターキーは学校関係者の了承を得てすでに受け取り済みです同じものが2つありますので1つはギノ田さんにお渡しします よし突入経路は本校舎裏口側バリケードを破って入る比較的手薄になっているらしいが油断するな了解 こういうのは懐かしいんじゃないかバカいえ俺だって歴史の教科書でしか見たことはない今じゃ歴史の授業なんてなくなったぜああそうだったなもう過去から学ぶことなんてないのかね高校中学校ともに現代史しか学ばないはずです具体的には祖国以降の ああ、分かった分かった世も末だなおい立てこもり側からの反応がありませんね予想通りだ奴らは統制が取れていない各員封鎖突破後直ちに校舎内へ侵入拠点を確保し校内の情報を把握並びに制圧に取りかかる 相手が未成年だからといってためらうな潜在犯に対しては断固たる態度で臨み容赦なく執行しろ分かってますって。 どけりゃ近すぎる。 係数アンダー20執行対象ではありません。何だと 剣執行官 ドミネーターが反応しませんこっちもだ一旦退却急げおい剣 さっきのはナイスプレーだったななかなかの反応だったサッカー経験があるのかガキの頃なら少しはでも本格的にやったことはねえよ高校時代は何かスポーツをレスリングだ通りで体のしなりが柔らかい 火炎瓶にあんな対処法があるなんて初めて知りましたあかねちゃん真似しちゃダメだからあれはタちゃんだからできんのですよねいやそんなとにかく瓶を割らないようにしねえとってなんかとっさに。 副執行官先ほどのあなたの行動は非常にリスクの高い対処法だったと判断せざるを得ませんにもかかわらずあの状況では最適の判断でしたそうかあありがとうな肝心なのはこの先どうするかだよな 可解だ立てこもり生徒が執行対象になっていないなどとは到底ありえないことだ彼らは潜在犯とは見なされないってことですよねその場合私たちにできることはあるんですか残念ながら何もない我々公安が取締り対象にできるのはシビラが命じた相手だけだ執行対象外の存在に手出しすれば 我々のの方が処罰の対象となるだろうだからって放置しておけるわけがないだろうだからこうして対策を協議しているんじゃないか一つ疑問に感じる点があります首謀者の船岡亮太郎をはじめ暴動に関わっている立てこもり班は皆火炎瓶の作成法をどこで学んだんでしょうか 確かにおかしいあれは化学反応式だ薬品の配合知識がないと作成は難しいその程度の情報なら昔はネットから入手できたそうだけど今の中学生にはハードルが高すぎるでしょうねこれは家庭の話ですが彼らには指導者がいるとしたら船岡亮太郎とは別の危険な知識を持った誰か その人物が少年たちを背後から操っているとしたらそいつが暴動の真の中心人物ってことかその真の中心人物とやらにもドミネーターが効かない可能性はあるだろうがいっちょかけてみるかクガたちそいつは校舎内にいると思うか 可能性は高いと考えます船尾から中学生が衝動的に始めた暴動がここまで組織的な抵抗を続けている事実は状況を掌握し次の手を即座に打てるリーダーの存在を仮定すれば説明がつきます根拠に乏しいが今の我々にとっては検討に値する意見だ。立てこもり班の背後に もし潜在犯の影がちらつくのであれば早急な捜査が必要だまずそいつを抑えるのが先決だな人質はどうすんのいくら立てこもり犯が潜在犯じゃなくっても火炎瓶投げてくるやつらだぜまず先に助け出さなきゃダメじゃねえかがりに賛成だ後回しにはできないとはいえ ドミネーターが使えない状況では我々にできることは何もない被害者を助けられないデカがあるか犯人を取り押さえられないデカがあるかその犯人を見つけ出して抑えることが今の我々にできる精一杯だというのがわからないのかまあ待て待て立てこもり犯は確かに潜在犯ではないにしても 彼らの行動は明らかに逸脱であり犯罪行為だって言葉だ奴らは犯人じゃなく被害者なのさ被害者立てこもり犯がそうだどこかに隠れた真の中心人物こそが犯人だその指示によって操られている気の毒な被害者そいつが立てこもり犯のガキどもってことさ とっんすげえ悪党バカ野郎こういうのは年のこというんだなあ監視官相手が被害者なら保護しなきゃな上への報告書の体裁はどう作ろうったものかなんとかなります 人質保護チームと犯人捜索チームに分かれましょう私人質を助けに行きます早速非殺傷武器を準備します被害者の立てこもり犯はそれを用いて捕獲拘束いえ保護しましょうごめんねノンリーサルの装備だって人間用のはほとんど在庫がないみたい。 この町では荒っぽい仕事はドローン任せだろうからなでもささすがに貧弱すぎね一人当たりスタングレネード一発だけあとは警棒って火炎瓶相手にどうやって戦うんだよせめて大盾があればよかったんだけどねまあそこは柊君の身の軽さでひらひらっと回避して俺は忍者かよ カガリ、こねても無駄だ。空の森だって魔法使いではない。無から優を生み出すことは不可能だ。まここは腕の見せどころってやつだろ。モチベ高っ熱血野郎だよなタたくちゃんって。そいや忍者で思い出したけど、あの漫画読んだことあるおお忍者といえば、あれだってばよ。そうそう。 それだってばよいって何すんだよ国知趣味の話は後にして侵入経路の説明が始まるわよ我々は犯人捜査と人質保護の二班に分かれる前者は俺が指揮し後者は常森に任せる便宜的に 前者を潜入班後者を突入班と呼ぶことにする先ほど侵入を試みた裏口は警戒が強まっているため使えない考えられる方法は2つ屋上から潜入するか正面から突入するかだ俺たち潜入班は東校舎街の非常階段を上り屋上から校舎内へエントリーする作戦目的は犯人確保 すなわちこの暴動の真の中心人物を発見し取り押さえることだ一方の常守率いる突入犯は西校舎入り口のバリケードを破壊しそこから突入する作戦目的は陽動および人質救出だ今更だけどさそんなに派手にやっちゃっていいの人質を盾に取られたらどうすんの その場合は臨機応変に対処するしかないただ立てこもり犯側からの意思表示が何もない現状を考えるとむしろ相手の反応を引き出したいつっついて出方を見るってわけか乱暴な話だがやるしかないわな大前提として立てこもり犯も全員被害者であり保護の対象となる。 このことは肝に銘じて行動しろ了解剣貴様は俺と一緒に潜入犯で犯人探した